ディズニー DIY タウンストーリー、ドナルドのハンバーガーショップ。ドナルドがハンバーガーパーティーを開いた日、いつもみんなが喜んでくれる野菜たっぷりの自慢のハンバーガー、もっとみんなに食べてもらいたいな。お店があったらみんないつでも食べに来られるかなとみんなに聞いてみました。ドナルドの呼びかけにみんなも大賛成。早速それぞれのお店のパーツを持ち寄り、みんなで力を合わせて一生懸命作ります。そして屋根にボートをデザインしたおしゃれなハンバーガーショップが完成しました。ドナルドのハンバーガーショップはあっという間にみんなが並ぶ人気店になりました。お話はこれでおしまい。さあ次はみんなが作ってみよう。たくさんあるパーツを組み合わせていくとおしゃれなお店ができてきたよ。完成！おや、あっという間に行列ができたよ。ハンバーガーショップのオープン。ドールは手足が動かせるのでハウス遊びにぴったり。オリジナルのストーリーを考えたり、デザインを変えてたくさん遊ぼう。他のお家やドールを集めていろいろな組み合わせを楽しんでね。大好きなミッキーの仲間たちとみんなを笑顔にするディズニー DIY タウン、ドナルドのハンバーガーショップ。